三日、七域三日市は、大阪府河内長野市内の一地域。河内長野市の中部に位置し、河内長野市の前身である、南河内郡三日、市村の大部分とその周辺の地域である。本校では、南河内郡三日市村についてと、現在、当地域の三日市町、北町、上田町、楠木家宮、小塩町、西片添町、中片添町、 東片添町、大市町、日東町、清見台について記述する。三日市は、高野山系の宿場町として栄えてきた歴史がある。明治時代には、西木系温泉が開業すると、錆ビ両両たる一間村だった東村は、個数三百へ膨れ上がり、軍役所所在地の富田林町を凌駕するくらいになったとまで言われている。しかし、その後は、高野登山鉄道が、 高野山方面まで延伸されるようになると徐々に観光業は衰退していった。その後はニュータウン開発が大規模に行われることとなり、人口の急増、駅周辺の再開発などが行われた。しかし、現在も一部には高野街道などの歴史的価値のある建造物が残っており、市民の保存活動がなされている。高野街道河内長野市の中部に位置する。 当地域の真ん中を縦断するように、国道371号の旧道が通り、西端を国道371号のバイパスが通っている。また、国道371号の旧道の東側を南海高野線が並行して走っていて、当地域の中心部に三日市町駅がある。町村製志工以前の三日市村にあたる。 町村聖志行後から現在に至るまで当地域の中心部として機能している。住所表記は制定されていない。読みは北町。町村聖志行以前の北村にあたる。住所表記は制定されていない。距離的には河内長野駅が最寄りとなるため長野地域との結びつきの方が強い。読みは上田町。町村聖志向以前の上田村の大部分にあたり。 2003年までは、楠木家旧ケ地区も当地区に含まれていた。住所表記は制定されていない。三日市村と並んで中心部の役割を果たした時期もあった。2004年から2007年頃にかけて、楠木家旧ケ団地に隣接するように、グリーンヒルズ、グランデボ次第が小規模ながら開発された。読みは、楠スが丘。1967年からクスノキケ団地として、 土重商店によって開発された小規模ニュータウン。住所表記は2003年3月3日に制定された。北西部には工事着手できていない箇所が残っており、畑によって一部道路が寸断されたままになっている。住宅街西側は国道371号バイパスに接続する。読みはお塩町。町村製志向以前の小塩村の大部分にあたる。 住所表記は制定されていない。古くからの集落で形成されている。1970年からは、西側の山手を南課題の一部として開発が行われ、現在は分離している。読みは、西片添江町、中片添江町、東片添江町、町村製志向以前の片添江村にあたる。住所表記は1993年3月1日に制定された。 西片添町は、かつての宿場町。東片添町は、昔ながらの集落としての色合いが濃く残る一方で、中片添町は、再整備がなされ、整った住宅街となっている。三日市町駅にほど近いことから、国道371号の通りを中心に、商業施設が並ぶ。南側は、三日の台と住宅街として一体化している。読みは、大市町。 1970年から1974年にかけて大松住宅団地として大松組によって計画された後、楠木緑台として開発された小規模ニュータウン。住所表記は1972年7月1日に制定された。距離的には河内長野駅と三日市町駅のどちらを利用しても変わらないが路線バスは 河内長野駅と結ぶ路線しかないため、そちらを利用することになる。読みは、日東町。庁。1970年から1973年にかけて、日清住宅3日、市団地として、日清住宅によって計画された後、日清くの機台として開発された、小規模、ニュータウン。住所表記は1972年7月1日に、制定された。徒歩の場合は、 距離的に近い三日市町駅を利用するが、路線バスの場合は、大市町と同じく、河内長野駅と結ぶ路線しかないため、そちらを利用することになる。読みは、清見台。1980年から1985年にかけて、開発観光が開発した中規模、ニュータウン。住所表記は1984年11月1日に、制定され、1丁目から5丁目まである。 ニュータウン内、の人口は5148人。当地区は生駒山送信所からの電波受信が困難なため、河内長野清見台中継局が設置されている。また、清見台第一公園の展望広場からは、河内長野市北部や大阪狭山市を一望できる。ニュータウンの中心には、清見台が造成される前の丘が残っている。朝日新聞1890年12月8日。 総合実施済みの店舗 UFJ 銀行2003年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧大阪府河内長野市の夜景こよなく夜景を愛する人へ三日市村に関するカテゴリーありがとうございます